はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日はトールギス、要望のあった方をね、使いたいと思います。久々なんで、まあ、あとはね、苦手な機体なんで、あまり戦果はね、上げられないと思いますんでね、そこはちょっとご了承ください。頑張りますんでね。戦闘エリアに進入。はい、機動強化2の方を乗りたかったんですけど、私持ってるのがね、残念ながら装甲強化の方しかないんで、装甲強化で今回いきたいと思います。まあ、まずは E の方を取っていきますかね。まあトールギス、まあ、この手多分攻撃してバンバン敵を倒す機体じゃないんでね、まあ、ちょっとね、かく乱したりしてなるべく戦っていこうかなと。リペアもつけてきましたんで、まあ、今回は味方のね、手助けにいけばいいかなと思っておりますので、あとはこういう風にね、こうちょこちょことね、撃ってくるランチャーとかをこう早めに削っておきましょう。で、やっとく間に私は、拠点を、中継エリアを取りに行くという形を取ります。はい、てそう、なんたる深く。まいったさあ、行きましょう。ちょっと気を取り直して、朝が撃ってくるとはな、後から。さあ、どうしようかな。行きますかね。当たる。オッケー。さあ、それでは早速、どんどん中継の方を取っていきましょうかね。さあ、ここを取ってゆっくりと次の戦場へ行きましょう。D の方を取れたら、D がね、B の方を取ったし、このまま E の方を取りに行きましょうかね、今度は。素早く、味方がね、あんまりひどい目に遭わないうちになんとかしてあげたいところ。で、6本一応して、どっちがからか狙われてないか確認しておきます。さあ、一発ちょっと当ててできましたね。さあ、今のうちに、取ってしまいましょう。取ってからですね、やはり。さあ、まだまだ中継は足りない。どんどん取っていくぞ。よし、次は D だ。またランチャーが暴れている。こうなるとね、私の出番ということだな。当たらない、やばい。あー、回復あー、巻き込みでもらっては困るな。中継地点を奪われました。敵に多くの中継地点を占拠されています。よし、オッケー。そいつを頼むぞ。今のうちに、いいね。やばい、やばい。危ない。これはちょっといけない。やばい。どうする。助けてくれー。やばい、こいつはやばいよ。こいつはよくない。怖すぎる。逃げよう。危ない。完全にかく乱係だな。ちょっとできれば来てほしいんだが。あー、よし、行かさねえよ。邪魔してやるぜ。おーっと、これは剣。危ない。さあ、私本当に逃げ回るばっかりだ、今回は。さあ、でも逃げ回るだけじゃないぜ。ランチャーをしっかりと狙っていく。ほい。困ったな。まあ、とりあえず倒せなかったけど、かく乱は十分できたんで、よし、行きましょう。はは、大丈夫だ。よーし、取れた。行くぜ。入ったー、やばい。よし、ナイス。こっちだよ、みんな狙うのは。こっちを狙ってくれれば OK。 この辺。あー、やられた。けど動きは止めたろ。どう？あーっと、ダウンはしてるだけ。もったいない。
思ったより最後にうまく逃げられたな。あれ味方負けてるな。結構やられてるんだね。ここら辺だ。もう一丁当たった。オッケー。なんだ今の、なんか一瞬ビームが見えたんだが。おっと怖い。反撃の糸口を見つけてください。よしナイス。さあまだまだ行くぜ。敵戦力残り 50% です。やだよか。損傷警備。うえーい。そう何機いるんだ支援か。あっちもそう。よし当たってるけどこれまずい。うー危ねえ。あー嘘でしょ。いやーミスター、今のは完全にもらってはいけない一撃。まずい。こんなことしてたら負けてしまう。まあなんとかしなきゃ。おい終わった。さあこうなりゃねー、そこだ。当たってね。損傷警備。よし味方を回復。損傷警備。思いっきり暴れてください。味方機が中継地点を占拠。ナイス。あーやばい。はい、またいった。あー困ったねこれは。レーダーポットに反応。敵です。味方が敵機を撃破。あーやばい。味方機がやられました。楽しい楽しい。味方機が中継地点を。やべえなこれ。損傷甚大。もう持ちません。よし倒した。はい、あなたの力見せてください。まだだまだ終わらんよ。一気に行きましょう。残り時間。ああ負けた。終了。ダメだったすまん。いやーちょっと頑張ってるんだけどね、結構頑張ってた方だと思うんだけど。ダメだったか。そうか。厳しいね。まあトールギスだと私がねあんまり攻撃しないからね、なかなか厳しいのかなその辺が。トールギスのなかなか勝率が上がらないのはこの辺だろうな。射撃がやっぱり足止まらなきゃな。ほんと使えるんだけど。はい、今回はこんなような結果になりました。あー悔しいな。決して勝てない感じじゃなかったんだけど結構苦しいね。もうちょっと頑張らなきゃダメだな。なんか賞賛はいっぱいもらえるんだけどまだまだ自分じゃうまく使えてないな。もうちょっと練習っすかね。相手誰良かったかな。ランチャーかな。ランチャーの動きが結構厄介でしたね。百式ランチャーあたりがかなりは翻弄されたというか邪魔をされた感じがありましたね。どうかな。味方は誰が良かったかな。悩みとこっすね。結構制圧も一緒に頑張ってくれたこの方かな。よし。はい、すいませんでした。ロボトールギス普通に負けましたわ。勝てません。トールギスちょっと難しいです。はい、またね次回なんか適当な機体で今度は乗っていこうかなと思っております。それでは皆さん、おやすみなさい。